さあ双方陣を変えまして、これよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。大阪教育大学相手陣33ヤードからファーストダウン、失礼しました、セカンドダウン10。しかしこれは富山大踏ん張ります。密集点突破を図る 大阪教育大学のランプレーを富山大見事にここで踏ん張りまして、ノーゲインサーダーに変えます。ここへ来て富山大も大阪教育大のその猛攻に耐えうる素晴らしい体力を見せ始めています。まさに北陸大砲ふさわしい一戦となっています。さあここへランプレー投入、しかし食い止めます。ゲイン3ヤードにとどめ、フォース1に変えます。大阪教育大もここは関西学生に属する優として意地を見せるパワープレーによりましたが、しかし食い止められました。大阪教育大フォースダウン、パンプフォーメーションを取ります。ボールオン相手陣30ヤード、さあトリックいった、キャンプ成功、ファースト。ここで再びトリックプレー、再びブロッカーでした。23番にダレクトスタップ、2度同じプレーをするとはかなりリスクがあります。しかしそれを見事決めまして攻撃権更新、プレー継続としました。大阪教育大学ファースト見事2度トリック決めましたが、23番波でした。関西学院高等部出身、さあこれにより相手陣19ヤードに入りまして、大阪教育大学ファーストアンテ、達成功、達成。ここで展開したのはパスプレー、そして中央を大きく開いたところにレシーバー飛び込みまして、これをキャッチし、そのままエンドゾーンを囲んでタッチアウト。大阪教育大学見事なパスプレーで、そしてトリック2つ決めまして、この攻撃を見逃せ、タッチダウンを6点を追加としています。そしてトライフォーポイントに入ります。しかしこのキック失敗となりまして、6点止まりとなります。大阪教育大学13点、富山大学0点、その差しかし13点と変わりました。富山大学ディフェンスに非常に奮闘しており、2度この大阪教育大学の攻撃を止めかけましたが、しかし大阪教育大学ここで意地のトリックプレーを2つ連続で決めまして、この攻撃を継続、最後はタッチダウンパス決めまして、そのリードを広げる形に成功しています。さあそのタッチダウンを上げました大阪教育大学のキックオフで試合再開です。富山大、
大阪教育大学のカバーよく富山大学陣20ヤード付近からの富山大攻撃に変わります。差は広がりましたが、しかし富山大学も攻撃非常に素晴らしい展開を見せています。ここはなんとかタッチダウン取り返し、状況を再び互角の状況に持ち直したいところです。富山大学ファーストダウン10、パス不成功。ここで富山大学リバースフェイクのクォーターバックパスを投じました。相手を引きつけその裏を掴んというプレーをここで持ってきましたが、しかしこれを大阪大学ディフェンス陣カバーしておりまして、パス不成功に変えています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。富山大学高校、富山大学ここでトリックを持ち込んできましたが、しかし大阪教育大学それを見事に対応しています。富山大学セカンドダウン10、ここでパスを投じんと変えました。富山大学クォーターバック12番を大阪教育大学ものすごい勢いでディフェンス陣チャージをかけ QB サック、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サック決めましたのは大阪教育大学59番のプレイヤーです。59番松本、松田高校出身参加生、素晴らしい仕事をしました。10ヤード以上ロスを割っています。富山大学サナンドン、パス不成功。ここでクォーターバック12番中央切れ込んだ25番にパスを投じましたが、25番これをキャッチできずパス不成功、フォースダウンに変わります。富山大学フォースダウンロン、パンフォーメーションを取ります。あのカバーリードちゃんとしたな。パンター66番、ラッシュ受けながら見事にパントを蹴り出しまして陣地挽回を図りました。しかしプレッシャーからか陣地自陣脱することできず、富山大学陣34ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪教育大学に変わります。大阪教育大学相手陣34ヤードからファーストダウン10、ハンドオフから23番、右オープン展開しましてタックル受けながら約4ヤードから5ヤードのゲインに変えています。キャリア23番は波、関西学院高等部出身3回生です。先ほどトリックを2つ決めました。スペシャルを2つ決めているランナーがここでボールを託されました。大阪教育大学セカンドダウン6、パス不成功。ここで中央へのパスを投じました。しかしこれは富山大学見事にパスカットしパス不成功。素晴らしいディフェンスでした。青谷インターセプトになるかという見事なディフェンスを披露しました。攻撃権は大阪教育大学、ボールオンは相手陣35ヤードからサーダウン6、
宿によるな。宿によるな。パス不成功。再び中央へのパスを通しました。今度は奥に走り込んだワイドレシーバーで46番にパスでしたが、わずかに届かずパス不成功。フォースダウンに変わります。大阪教育大学、果敢にタッチダウンを狙うプレーを展開しています。さあ、そして大阪教育大フォースダウンギャンブルに入ります。ここであえてプレーを選択しました。キュービーサーク、そのプレー富山大学84番がラッシュしました。キュービーサーク、パスを投じる前に仕留め、フォースダウンギャンブル失敗。攻守交代で攻撃権富山大学に変わります。ターンオーバー。見事キュービーサックを決めましたのは84番の松江でした。高校時代バスケ部出身の水口、東高校出身3回生。ここでウォーターブレイクが入ります。最終盤に入りましたが、両校素晴らしい攻防を見せています。大阪教育大、さらなる加点狙わんというところ、しかし富山大見事に跳ね返し、攻撃権取り返しての残り時間5分30秒となっています。はい、超えてるよ、超えてるよ。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開です。富山大学自陣44ヤードからファーストダウン10。キュービーサック、クォーターバック12番、パスを投じようと下がりました。しかし、スリップし、足元を取られている間に、ディフェンスが殺到し、キュービーサーク。約8ヤードから9ヤードのロスに変わっています。富山大学、セカンダウン21。にランニング24番の総力に託しました。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、これは果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。パスナルファーフェイスマスク、ディフェンス10メートル渡りです。パスナルをやります。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のヘルメットにありますフェイスガードを掴んで倒すという反則です。これは首に非常に危険な負担をかけるため、非常に重大な反則として扱われます。ペナルティは15ヤード、したがって富山大15ヤード前進し、セカンダウンやり直しとなります。失礼いたしました。この反則は自動的に相手チームにファーストダウンを献上するオートマチックファーストダウンとなります。従いまして富山大学15ヤード前進し、ファーストダウン獲得となりました。結果的に状況を突破する形、富山大成功となりました。さあ、ボールは自陣49ヤードに上がっての富山大学ファーストダウン10。しかしここで大阪教育大学が意地を見せる。クォーターバック12番、パスをワンポイントフェイクし、その裏を突こうとする、その一瞬の突きつきまして、大阪教育大学50番がキュービーサーク、大きくロスを奪いました。見事キュービーサーク決めましたのは大阪教育大学ドラゴンズ55番の石灘。
上昇学園出身、上昇学院出身の2回生です。富山大学セカンドアントリー、ここでランプレー。しかしこれも大阪教育大ナイスディフェンス。裏打つ強にキャリア24番の総力に託しましたが、これも教育大学51番対応しまして、ノーゲイ。サーダウンに変わります。51番は菅原です。キャリア北高校出身2回生。前田大学サーダウン21の状況。ここで大阪教育大学すさまじいディフェンスを披露しました。プレーアクションからパスを投じようとする、そのアクションそのものをディフェンス陣圧力かけまして殺到し、プレーを潰しましてフォースダウンに変えます。ここへ来て関西学生でもまれております大阪教育大学すさまじい圧力をかけてまいりました。富山大学フォースダウンロング、パンプフォーメーションを取ります。ここで陣地挽回図らんと富山大完投完投しましたが、それを大阪教育大学ブロックしまして、ほとんど陣地を押し返せない状況にしました。結果的に富山大学陣44ヤード近で攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪教育大学に変わります。大阪教育大学相手陣43ヤードからファーストダウン10。3番ハンドオフとされ右オープンアンプレー、カックル選手がこれを振り幅き一気に攻撃権更新としました。大阪教育大学ファースター、ここでホイッスル。レフリータイムを届けまして試合再開となります。見事なランをしましたのは大阪教育大学23番の波でした。関西学院高等部出身です。さあ再び中央のランさらに行く、ナイスランファースター。ここで23番立て続けにパワフルなランを決めました。タックル受けながら見事にセカンドフォートで攻撃権更新としまして大阪教育大学ファースター。さあこれにより相手陣3ヤードの位置に入りました大阪教育大学ファーストダウン2ゴール。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられています。オフサイドディフェンス77番
ゴールまでのハーフディスタンスです。ファーストお願いします。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。残り距離ほとんどありませんので、その半分の距離の抜体となります。大阪教育大学相手陣2ヤード付近からのファーストダウン2ゴール。やるよ。大阪大学クォーターバックランプレーによって突破しました。タッチャー6点追加となりました。見事タッチダウンを重ねまして、現在得点を19点と伸ばしております。そしてトライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加。大阪教育大学ドラゴンズ20点、富山大学ファイヤーブルーズ0点、その差20点と変わっております。試合時間残り33秒となっておりますが、大阪教育大学のキックオフで試合再開となります。手山大学、この残り時間わずかの状況、しかしなんとかタッチダウン狙ってほしいところです。さあ、それは叶うでしょうか。しかし大阪教育大学、それを阻止するでしょうか。さあ、リターンに入った。さあ、いいとこいった。ナイスリターン。リターン24番、味方ブロック開始、右オープン展開。ブロックを見事に機能し、ハーフウェイまで返してのこの位置からの攻撃に変わります。さあ、残り時間は23秒ですが、ハーフウェイからの攻撃、富山大学ファーストダウン点に入ります。富山大学タイムアウト3つ残っております。さあ、まずラニアックネのフレアパスで左オープン展開しました。ここでホイッスル。チームタイムアウト。後半1回目です。ここで富山大学が時計を止めます。後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間は残り14秒。さあ、この残り時間で得点なるでしょうか。ボールオンは相手陣47ヤード。富山大学セカンドダウン7。試合時間残り14秒。
さあ、ここでクォーターバックランテアを完工、ここでホイッスル。オフサイド大表第52番ディフェンス5ヤード進んでセカンドラインに出します。先ほどのプレーでディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤード抜体となります。従いまして富山大学が5ヤード前進しセカンドダウンやり直しです。しかし試合時間は残り3秒となっております。この間に富山大学は2回目のタイムアウトを行使しております。次のプレーはボールが動くスナップの瞬間から時計回ります。富山大学セカンドダウン残り2ヤード、試合時間残り3秒。パス不成功。ここで奥に走り込んでいくレシーバーにパスを投じましたがタイミング合わずパス不成功。ゼノバーです。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして富山大学ファイヤーブーズ0点大阪教育大学ドラゴンズ20点で大阪教育大学の勝利となりました。しかし北陸の春の祭典北陸ウォールにふさわしい両校素晴らしい戦いを演じました。ナイスゲームでした。両校サイドラインに整列しましてこの試合を応援いただいた皆様に感謝のメッセージを申し上げます。素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。ただいまに表彰式を行います。少々お待ちください。これより表彰式に移ります。ただいまより第42回北陸ボール表彰式を行います。まずは勝利チーム賞の賞状です、勝利チーム、大阪教育大学代表者1名は中央にお進みください。まずはこの北陸ボール第42回勝利いたしました大阪教育大学ドラゴンズに勝利者トロフィーが贈られます。
勝利賞、大阪教育大学ドラゴンズ第42回北陸ボウルにおいて当初の成績を得られましたので、その栄誉をたたえ表彰します。令和6年6月8日北国新聞社社長砂塚隆弘。見事な戦いでこの試合を勝利しました大阪教育大学に皆様拍手をお願い申し上げます。続きまして関東賞、富山大学12番森瀬俊介選手。続いて関東賞の表彰です。関東賞は富山大学クォーターバック12番の森瀬選手が受賞しました。実に鮮やかな鍛え抜かれた素晴らしいクォーターバッキングを披露しておりました森瀬選手に大きな声援をお願い申し上げます。最後に MVP 賞の象徴です。 MVP は大阪教育大学11番熊谷碧選手です。そして MVP は大阪教育大学11番の熊谷でした。素晴らしい見学と素晴らしいパスプレーによりまして試合を引き締め、試合を勝利に導いた熊谷選手に大きな声援をお願い申し上げます。以上をもちまして閉会式を終了します。一度お礼。両校に今一度大きな拍手をお願い申し上げます。これで撤収になります。初夏から梅雨に差し掛かろうとする6月初旬、非常に日差し厳しい中、しかし多くの方々にご覧いただけました。皆様ご観戦ありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするのかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語に登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語、かつて私も憧れ挑みながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は北陸学生アメリカンフットボール協会の方々の協力を得まして実現いたしました。皆様のご尽力大変感謝申し上げます。その試合の、場内実況及び配信を担当させていただきましたのは私道楽槍社でした。機会ありましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。